今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は盛況の五目あんかけラーメン、国産野菜の五目あんかけラーメンということでございます。これがねうまいんですよ。あんかけになってるんですよね。250ミリリットルかなんかの水を沸かして、これを冷凍のやつポローンと入れて、もう煮立てるだけでこのとろみです。このとろみで麺も細めでですね、僕のあの大好きなやつですね。でこれね、あのそこらの中華屋さん、町中華行くのともう変わらんというか、もう下手したら町中華よりも美味しい可能性が。でこれ全然野菜足してなくて、足してなくてこの量なんですよね。これ多分金麗さんちゃうかな、金麗さんの技術を持って、しないとこのクオリティはないような気がするんですけど、金麗さんの OEM じゃないでしょうかね。でとろみのついた、ほんで酢入れたんか、ほんで酢とラー油を入れたらあれなるんですよ、サンラータンメン、スーラータンメンになるんですけども、ラー油がちょっとなかったので、酢だけにしといたんですけれども、これは酢入れるとまたあのさっぱりと、美味しいんですね。だからまあ辛くないスーラータンメンみたいな、あ入れてますね辛み、そうか、唐辛子をこれ一緒に炊いたらよかったんやな、一緒に炊くと辛みが均等に、なるんでしょうけど、僕この、唐辛子ごと、輪っかごと食べて、辛いの大好きなので、全然大丈夫なんですが、まあちょっと辛みが浮いてる感じがするので、やっぱり、ラー油とかがいいかもしれないですよね。というところで五目あんかけラーメン、でございそまでございました。今日食べたご飯はサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。